おはようございます。歩道配信、無責任 YouTuber、ゆほチャンネルのゆほです。2023年、令和5年、7月の28日、金曜日、仏滅ですね。おはようございます。9時30分になったのです。暑いですね。今日は、久しぶりにバイトのない日で、もう昨日も、もう習慣になってるので、7時前には寝てしまって、本当によく寝れて、3時過ぎまで、一回トイレ起きたけど、よく寝ましたですね。なんか集会の司会かなんかしてる夢を見ましたが、で、もう畑が草ぼうぼうだったし、芋がちょっとしおれてきてたので、里芋が、それが気になってて、休みの日でないとなかなかできないと思って、それも朝早く出ないとということで、4時ぐらいに起きて、さすがに4時はまだ暗かったんで、ちょっと明るくなってから出て行って、8時過ぎまでやってました。それでもまだ、やらなきゃいけないことがいっぱいあって、1日じゃちょっと足りないんで、1日が10日分ぐらいないと困るなと。落ち着かないですね。体力もないし、気力もなくなりますので。で、だいたい今、今日は神さんが休みなので、無理なんですけど、一人の時はもう、すっぱだかで、裸族で過ごしています。で、エアコンつけなくても、扇風機だけでなんとかしのげるので、そんな感じですけど、今日は娘も、米を取りに来るって言ってたし、まあ、恥ずかしくない格好をしてなきゃいけないなと思っています。昨日、私、朝、バイト行くときに、浜松の俳句仲間ののっちさんに、初中未満を出していったら、昼ぐらいにこんな、絵はがきが届いて、これは浜松城でのっちさんからの初中未満が届いていました。山本文さん、なんて読むんだろう、2、3って、漢数字で二蔵さんかな、山本二蔵展に、浜松市美術館に行ってきましたっていう写実的な絵が多かったみたいですけど、幻想的な絵もあったようですね。のちさん、ありがとうございました。で、もうたびたび紹介した絵がようやく完成しました。パチ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 。九谷焼ですね。これはこういうのがあって、これを模写したんですけど、光るね。九谷焼の皿ですね。金箔になってるんですよね。だから見る加減によってとても豪華な、これで食事をした覚えはないですけど、飾り物ですよ。父は製紙工場に40年以上勤めてたので、その、記念品だった。
で、この絵も、ちょっと角度を変えると光るのはわかりますか？ちょっとラメの入った、のがあって、あ、今、なくなっちゃったけど、そういうか、ちょっと使って描きました。今、次にはもう、ちょっとこれは見えないですけど、死体が書いて、何が出てくるかわかんないでしょう。これはお楽しみですけど、庭に干してあるものです。最近大好物で。スーパーで買ってきたやつは味がちょっと薬品っぽいんで、やっぱり、自家製のものに限るなと思っています。で、私も料理は最近、どんどんハマってて、絵や小説よりも料理のことばっかり考えている感じですけど、畑にニラ取ってきて、ニラ漬け作ったりとか、もう今朝思ったんですけど、うちに畑があるのは本当に何よりも、ありがたい、宝物だなと思って、草を一本取るだけでも、ミミズが出てきたりとかして、どんどんこの、奥へ入、地球の内部へ入っていくというのか、コロナのワクチンで1ヶ月ぐらい苦しんだ時も畑で救われたのを思い出して、やっぱりアーシングっていうのか、土が大事だなっていうのは今思ってますね。晴耕雨読って言いますが、それに勝る生き方はないんではないかなって思います。で、里芋が弱ってるって話をしましたけど、隣近所の、すごい立派なのを見ると、けなるいんですよね。けなるいっていうのは、羨ましいってことですけど。で、やっぱり自分の、手をかけてるのは、子供みたいで可愛いので、なんとかこう よくしようと思って手をかけますよね。今日は追肥して、土寄せして、で、周りの刈った草をかぶせてきましたけど、天理教の大家様は、人間が我が子を思うも同じこと、かわいい。なんだったっけな。人間の我が子を思うも同じこと、かわいいいっぱい。こういうのはダメですね。忘れちゃった。とにかく、神様も、中山美樹さんは最初、神様って言ってたんですけど、次に月日って言って、最後に親っていうふうに、だんだんこう、神っていうことをもっとわかりやすく伝えようとして、月日にして親にしたんですけど、どの子も可愛いんだってことですね。分け隔てがないっていう。よその人から見たら、ちょっと困ったような子でも、自分の子っていうのはすごい可愛いですよね。で、なかなかその親の心をこう知らずというか、
でも一方で、親がなくても子は育つって今言うし、可愛い子には旅をさせようとも言いますし、トマトなんかは、いじめた方が甘くなるそうですしね。っていう、この前そういう話を聞いてきましたけど、畑でもいろいろ、学びがたくさんあって、大変楽しいです。今日はそんな話で、10分過ぎました。それでは、今日も暑くなると思いますが、水分補給して、休養して、一日頑張ってください。Have a nice day. Goodbye. YOCHANNELでした。ありがとうございます。